今日は時間ができたんで墓参りに行こうと思います。内堀通りですね。いやー気持ちいいね。てれてれ株式会社うんこ、2014年10月24日からうんこしてんじゃん。ひどいんだけど本当に貸し切り状態ですね。うんこ好きな人ですか？こっちか株式会社うんこってめちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃいい買い物できた。無料ニールです。今日は時間ができたんで墓参りに行こうと思います。伊勢原まで行きます。今日の荒川です。今日比谷の内堀通りですね。いやー気持ちいいね。渋谷ストリームに渋谷のスクランブルスクエアですね。今日は246を通って三茶まで行って三茶から世田谷通り世田道を走って、南西へ走りますね。幼少期に育った町狛江市を通り過ぎて多摩川を渡ります。はい、多摩川ですね。ほんとね荒川とは全然違う雰囲気ですよね。今ね青葉台あたりを通過したんですが、よく考えたら俺今乗ってるフォーカスかよは青葉台で買ったような気がするな。で青葉台で買って40キロぐらい自走して家まで帰った気がする。今日実はね行きたいお店が1軒あって、なんかねルート引いてたらめっちゃ目を引く名前のお店があったんですよ。だからそれはもう行くしかないと思って、今日の目的の一つはこれですね。ここを左折、瀬谷のトンネル抜けたら左折ですね。はい。あったー、正面に見えました。てれてれ、株式会社うんこ。小学生の男の子がいる家は絶対連れてきちゃいけないお店ですね。うわ、汚っ汚っ。まだやってませんでした。うんこで世界を楽しくしよう。うんこで世界を明るくしよう。幸せにしよう。やべえな。2014年10月24日からうんこしてんだよ。やばい、これは。いやー、これね、あ、ちょっと待って。うんこショップ移転のお知らせ。うんこショップは移転します。もうちょっと先ってことか。あー、なるほどね。ちょっと行ってみましょうか。空室で。これ、ふざけてんのかと思って、ウェブサイト見るじゃないですか。マジですからね。あったあった、うんこうんこうんこショップあったよ。来てるなこれ。もうやってんの？やってるのかなこれ。うんこやってますよ。ひどいんだけど本当にうんこここまで。これマジさ、絶対これカレー食ってる時とかカレー食いこうぜってなった時に絶対うんこの話するでしょ。ひどいな。聞いてみたいそれ。来ましたようんこショップ。アルファベットで書いてもうんこショップですね。うんこ警察、全部ねナンバーが8888なんですね。うんこ警察で入ります。店員さんが結構いい感じで取っていいってことなんで貸し切り状態ですね。早速動画がやばいなこの動画。この一通り店員さんには挨拶をして全然撮影していいということなんでやべえな。街はうんこ T シャツ、街はうんこ T シャツ、ニューヨークで作ったじゃん。そうですよね、見ました見ました。この本当ワンポイントのうんこがどういう人が買ってくるんですかこれ。うんこ好きな人です。うんこ好きな人ですか。うんこを求めに行きますね。あ、そうですか。なかなかやっぱこんなに売ってるとこないんで。そうですよね。うんこがすげえな。本当にたまたま。ああ、これよく見るな。これ有名ですよね、これね。いますいます。はい、これ有名ですね。有名ですよね。はい、すごいなあ。でかい。ちょっと今日これ買ってこうかなと思ってたんですよね。あ、本当ですか。はい、スマホリング、これでかいな。でも思ったよりでっかあ、この上のもいいですね。上のも可愛いですね。やばいな、浮かすにも可愛いとか言っちゃいましたよ。浮かすに可愛いって言っちゃった。可愛いんですか。そうですか。おい、店員さんのうんこ愛が伝わってきます。ああ、すごいですね、本当。お昼ご飯一緒になんかスタッフの人と食べに行く時とかちょっと困らないですか。カレー食いに行く時とか困るんですか。全然気にしないの。あ、そういう。面白い。免疫がある。やば、面白すぎる。トイレとかも取っても大丈夫ですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごい徹底して。もうだってロードスターがうんこって書いてある。イニシャル D ばりに株式会社うんこって書いてある。バイアスが臭い可能性があります。面白い。じゃあトイレにちょっとね、音がこれトイレですね。トイレ。お子様から目を離さないでね。ちょっと真面目にちょっとトイレお借りしようかな。すごっ。やば、こんななんか初対面で歓迎されるとこ初めてだな。なんでこれプリプリしてんのこれ。やば、おもろ。すげえ。へえ。赤坂のドイツのとこ。はい。へえ。有名店ですか。まあ近所のパン屋さんで作っていただいてるうんこチョコパンなんですけど。あ、そこはチョコ入れないとですよね。あ、なるほど。こっちはチョコで、こっちはまあうんこの形だけのものですね。ロードバイクって補給食っていうのがあって、結構カロリー高めのものを途中で食うんですけど、じゃあそういう人、僕はちょっと今日は食わないですよ。そうですか。僕はもう食わないですけど、ぜひじゃあロードバイク乗ってる人にもおすすめしたいと思います。はい、じゃあ開けちゃいます。私が開けていいのかな。バン、なんだ。スニーカー。スニーカー。この盛り上がり方。スニーカー、スニーカー、じゃあ頑張って持って帰ろう。持って帰ってください。当たりです。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。はい。というわけで大歓迎されましたね。めちゃくちゃ面白かった。うんこショップ。めちゃくちゃ面白かったな。店員さんがもうノリノリでめちゃくちゃ楽しかったです。うんこショップ、自転車はあんな感じでね、ちょっと止めちゃったんですけどね。やば、いやー、すごいね、良かったですね。で、すぐね、お店の反対側にね、抹茶ソフトが売ってるんですよ。株式会社うんこに行って、あー、うまそうだな、うまそう、静岡市、うわ、うまそうだな、ここ。いやー、いいですね。ここ向こう側が株式会社うんこだったんですけど、そのね、今なんかちょっと工場地帯っぽいんですよね。で、そこを一本ね、なんていうかな、建物を挟んだ場所に今静岡のなんていうの、物産っていうかアンテナショップみたいのがあったんですけど、そこでソフトクリーム食うっていうのもいいんじゃないでしょうか。あのね、とにかくねすごく歓迎されて、まあお店、お客さんまだ全然いなかったんで、すごい歓迎されて。でもうめちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ楽しくて、めちゃくちゃいい買い物でした。おすすめしたいですね。うんこショップから246に入りました。まあ、渋谷からね2461本で来るのもいいんですけど、やっぱり怖いんだよね。ここ本当怖かったら歩道でもいいかもね。まあ墓参りに行く人はいないと思うけど。石原市に入りましたね。いや、この道の感じといいね。でも向こう側に山のある感じ、いいですね。はい、墓参りに来ました。何しに来たか分かんなくなっちゃうからね、一応撮りますが、これでね、年1回の墓参りの行事が完成したんで、この後は帰りますよ。8 80キロぐらいかな。疲れたな。いやー、友達のね墓参りなんですけどね、もう多分10年ぐらい前かもしれないんですよね、亡くなったのがね。しかしまあさっき墓行って掃除しながらいろいろとその10年の月日の流れをちょっと思い返してみたんですけど、あいつは老眼を経験してねえのかとかそういうのをね思うとね、ちょっと不思議な感じがしましたね。いやー、東京に帰ってきました。はい、入谷駅、皇居の前ですね。いやー、帰ってきた。乗り方の動画アップしてるんですけど、やっぱこのいろいろとね自分のこう見直したりすることにもつながるので、また新たな発見とかがあって非常に楽しいですね。はい、ということで今日はこんなところで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。